どうもさんは、オクチャンネルだーん。今回なんですけども、第503回ロトセブン解説動画やっていきたいと思います。はい、今回なんですけども、年内最後ですね。12月30日、これでロトセブンはもう納めですよと。年内2022年はございませんよという状況でございます。はい。で、その中、19億円のキャリーオーバー。これは、取っておきたいですよね。まあ、なんかこれよく考えたら僕毎年言ってるんですけど、まあ、気持ちよく年越すために、じゃあ何しないといけないのって、やっぱりちょっと、こういうことですね、取っておきたいわけじゃないですか。なので、しっかりですね、解説動画、やっていきたいと思います。では行きましょう。年内最後、503回、ロトセブン解説動画やっていきたいと思います。即戦金。はい、で行きましょう。前回最後の出現ランキング、ここから見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、一応これ、まあ、毎回申し上げますが、色が濃いものがたくさん出ていて、薄いものが少なくて、白いものがゼロだよということで、まあ、各列ですね。1列目から7列目まであるロト7。なぜかわかりませんか ?1 列目でもやはり出ないところあるよね、というところで、じゃあそれ37が1列目に出ないのはわかるんですけども、でもここの表で見たら21はないんだよ、ということがわかります。そう。つまり、ロト7というのは、まあ、ロト宝くじ全般かもしれないですけど、こうね、波打った感じに、数字が流れていくんですよ。システム上、重複数字がない。ないので、まあ、こうなっていくわけなんですが、まあ、とにかく出ないものがあるので、ちゃんと各ね、エリア、出現のエリアの1列目、2列目、3列目みたいな列ごとのエリアをちゃんとね、見て、出ない番号を知っておくと、じゃあ21スタートから行こうか、みたいなね、ちょっと無謀な戦いはしなくなるよね、ということですね。まあ、21スタートしても、極論じゃあ22番目に並べたら、まあ、出る可能性もあるんですが、まあ、少ないよね、っていうのが色でわかるよね、というところでございます。で、一応、この中で、まあ、出ないものなんかも、ま、いろいろあるんだけども、とりあえず、じゃあ出現多いやつね、列ごとに多いやつ見ていこうぜということで、それがこちらでございます。はい。で、これが、列ごとに見た出現数字のトップ5なんですけども、まあ、ここですね、色変わってるものあると思うんですけども、その色変わってるものは、前回の当選番号が出たものが赤。で、ボーナス数字が緑ということで、結構出てますよね。そう。で、これ結構僕自分で、あ、これ良くないなと思ったんですけど、この列で1個選びみたいな感じよりも、どちらかというと、例えば1列目で1と2と4が出てたりするわけじゃないですか。で、3列目そうですね、12、17って出てて、4列目の21、17って出てたりするんで、まあ、この列で見て、2つぐらいチョイスしていく気持ちで番号を使っていくと結構いい感じになるよね、というようなところかな、というふうに考えております。で、一応このトップ5分かりました。じゃあこれを選べばいいんですか?ここで分かったのはここを選べばいいんですか?ということではなくて、出現の方ですね。列ごとに何桁の番号が出ることが多いのかっていうのが、まあこう非常に浮き彫りになっておりますので、それがこちらですね。はい。1、1、10、10、20、30、30。これがザ・ベーシック・ロト7っていうね、形になっているわけなんですよね。はい。で、ここもなんですけども、まあ、表の方から見ていただくと、まあ、削除しにくい番号っていうのがあるんだよっていうのがあるので、それを言っていくと、5、6、13、15、17、23、31、34ですね。これは削除しにくいです。で、なぜかというと、例えば5は、1列目、2列目のトップ5に入っていて、6もそうですね。1列目、2列目。みたいな感じで、2エリアで、とにかく上位に入ってるって削除しにくいわけじゃないですか。どっちかで出るかも。1で出なかったらよっしゃ。でも2に出たら結局削除しちゃってるっていう風になると不便だから、まあたくさんある数字の中で、避けない番号を持っておくということは僕は悪いことじゃないと思っているので、ぜひですね、この番号はまあこれはこれで参考にしていただけたらな。まあもちろん出る数字ってわけじゃないですよ。ちょっと避けにくいねという数字なので、まあ、最後の選択の一つにね、置いといた方がいいかなと思っております。はい。まあ、とにかくですね、このデータでわかるのは、まあ、とにかくよく出ている数字が列ごとにトップ5分かったよね。で、重複してるところもあるから削除しにくいやつもあるよね。で、出現の型も分かったよね。これでベーシック的なことが分かったので、ここから面白いのが出現エリアなんですよ。これ、見ていただきたい。こちらでございます。はい。で、これを、まあ一番最初に出した表を横にして、出ないところを赤色で潰したんだよっていうことで、やっているんですが、まあ白色のとこから番号って出るんじゃないでしょうかというところで、さらにここで、この中ピンク色のもの、これが前回の当選番号なんですけども、ここで絶対出てるんです。
はい。ただまあ今のところ私、この2022年からロト7に参入した中で、ここ赤色とかから出たの1回だけです。1年で1回だけなので、まあ 99% 信用していただきたいなというところでございます。なので僕基本的にここをまずベースにして選んでる形ですね。で、下の方に文字で書いてあるんですけども、まあ、出現エリアで何がわかるんですかっていうのは、とりあえず、まあ、要は簡単なところと難しいところ、これだけわかっとこうぜということで、難しいところは4列目ですね。29個の数字の中のどれかが出ると。で、7列目が簡単だよと。18個だって。少ないよね。18口買ったら全部いいじゃんと。ケツはもう20から30も全部揃えとけ。な、丸1個つくから、あとはもう、他が取れたらいいんだというふうになってくるわけなんですよね。はい。で、あと意外と6列目はこれ、すごい荒れ替えがあったので、6列目で10出たことがあるんですよね。で、なので10が入っていて、幅としてはバーッと広くなっているんですけども、まあ、現実問題見ると多分ね、17から36の間ぐらいになってるので、まあ、18個の中かなと見ると、まあ、6、7列目はまだ使いやすいんじゃない?このデータとしてはというところで、選んでいけるかなというところですね。で、さらに先ほどのこのトップ5、ここに出ている番号だけで買うとどうなんですかと、どんだけ番号あるんですかっていうのがこちらですね。はい。一応結構ありますよね。言って、まあ1から37まであって、中でちょっと歯抜けになってるものがあるんですけども、それが下に書いてある、トップ5から、見た削除見込みですね。16、19、20、25、33。この5つを選ばないという選択肢ができるよということなんですね。とにかく37個あるものを、数減らしていけば、じゃあこれ5つそのまま採用したら32個になるわけじゃないですか。32個の中に本数字とかがぐっと来た時に結構でかいよねという形で、買いていくことができるので、まあ、また動画後半にね、僕やってる攻略法、簡単にバッと説明だけさせていただきますので、まあ、それはなんでこれ僕削除番号これですよっていうのが、まあ、分かっていただけるかなというところでございます。はい、では行きましょう。出現が少ないトップ5ですね。まあ、いわゆるアンダー5ってやつですね。それが、まず前回細分から見ていくとどうなっているのかというとこちらでございます。はい。で、こちら、文字の色変わってないということは、前回は出ておりません。つまり、前回はこの難しいところからは一つも出ませんでした。はい。これがまず一つわかります。で、もう一つわかるのは、ここの表って、ほとんど毎回変わらないんですよ。ちょっと、例えば2位が3位になったり、3位が4位になったりっていうことあるんですけども、ほとんど変わらない。じゃあ、これは何がじゃあわかるかというと、簡単です。なぜかわからないけども、列ごとに見ても、出現エリア内で出にくい番号というのは非常に出にくい。これは間違いないです。だってここがゴロゴロ変わらないから。ここがゴロゴロ変わると、あ、結構下の方からも出てて、もうよくわかんないやーっていう風になるんですけども、まあ、極端な話で、だから1列目なんかは16、20、これ1回しか出てないですね。で、18、19、2回とか。っていうことで考えていくと、例えば1列目16、20、2列目25、3列目3、29、31、4列目5、6、33、5列目9、6列目10、14、15、7列目21、これを避けたら、いいやん、という話。まあ、現実考えて、こんな不尽出ないよっていうのももちろんあるんですけど、だから出ないんですよ。だから出ないから、それを確実に避けることによって、選ぶ番号が限定されてくるから、番号としては選びやすくなるよね、という形になるわけじゃないですか。そういうところ、まあ、地道にね、コツ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 、裏技なんかないから、ね。あるんだったら僕、とっくにもう何億円とかかっさらって、ね。もう、いや、すごく僕実はこう当たっててね、みたいな感じで、まあ、言いたいわけじゃないですか。多少はね、あんま言わないかもしれないけど。はい。そう、裏技がない。とにかく地道にコツ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 やることが、もう宝くじ高額当選への、まあ、最も最短ルートです。裏技なんかないから。攻略法っつったって僕も、ね。倍から当たるんですよ。っていうわけじゃなく、こうやった方が効率いいよね。高額当選目指すんだったらこの方がいいよね。っていう言い方なんですよね。だから結構勘違いされると、例えば10口買いました。で、なんかマットがいっぱい当たりました。ね。10口中10個当たりました。じゃあ現金回収できました。いや、それはそれでいいんですよ。じゃなくて僕は目指しているのは、一等当選までのサクセスストーリーだから。だからこういう買い方、全部の数字変わった方がいいですよ。じゃあその中で番号こんだけ削除したら母数減るからその分確率上がるよ。っていうことをやってるんですよ。っていうことをやっているので。ね。
そう。だからまあ、ほんとコツ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 ね、やるべきですね。はい、本当に。はい、何の話だという話なんですけど。で、エリア出現なんですけど、こちらですね。はい。で、これは出現エリアとして、出現エリア前回セブンのものに、アンダーファイブを入れたらこうなるよということで、で、前回見ているとアンダーファイブからも出ていないので、まあ結構、まあ今回僕ここも使おうかなと。だからもう、これにプラスアルファなんか使うっていう形で、ちょっともう戦術としてやっていかないといけないかなというふうに思っております。はい、行きましょう。トレンド数字10回分ですね。直近の10回分で何がわかるか。それは最近の流れだよということで、こちら。はい。で、これが、ね、皆さん。これが最近のやつです。薄くじいいよね。色がめっちゃ薄い。水色か白しかない。これは、ここで何がわかるか。10回中10回の数字、ないんだよ。なんだったら10回中5回もないんだよ。現状あるのは10回の開催の中で3回ね、連続じゃなくて、同じ番号が出たことあるのは3回までだ。4回もないし、5回もない。これで何がわかるかというと、とにかくよくわからないけど番号を固定してる。でもなんか最近ちょっとよく当たった、みたいな感じで、ね、定期購入されてる方いらっしゃると思うんですけども、4回目で番号変えろと。いうところですね。ちゃんと見て、あ、この番号4回出てるから、その番号だけ変えちゃえ。っていう風にやらないと、もったいない。その連続当選もったいない。っていう風になってくるわけなんですよね。で、一応これを表にまとめたのがこちらでございます。はい、これトレンド番号ね、全部入ってますので、1列目から、まあ7列目まで出ていて、で、同じように赤色のものが本数字で、前回1だったもので、緑色が、ボーナス数字だよということですね。で、結構ここもそうですね、1列目も結構3色ですね、3つあったりとか、まあ4列目、5列目も結構あったり、6列目もありますね。だから7列目少ないなというところではあるんですけど、まあ、だからまあ、この列から1個だけチョイスみたいな感じじゃなくて、例えば17番選びました。じゃあ下見て22みたいな感じで選ぶもいいんですけど、隣見て22みたいな感じでバババババババッと番号で選んでいくと、まあ当たる可能性があるんじゃないというところになってくるわけなんですよね。で、じゃあ、出現の方、ここも見れるやんということで、それがこちら。今回、また2つなんだよね。最近ちょっと2つ多いな。まず1つ目、1、10、10、20、20、20、30。で、1、10、20、20、20、30。ね。1と30。お尻と頭は一緒だよ。で、あとまあそう、6列目がちょっと30が弱っているような雰囲気ですね。最近の流れとしては。20番台出ることが多いよっていうのがわかりますね。で、ここ一応前回細胞と比較しておきたいんですが、それがこちらでございます。はい。で、まあ、ここね、共通点的に見ると、1列目、3列目、5列目、7列目が共通点、相違点が4列目と6列目ですね、ということなんですけども、まあ、4列目、6列目で見て、まあ、10か20、20か30ということで、まあ、この辺当たり前やんということなので、まあ、そう考えていくと、やっぱりまあ、確実なのは1列目、7列目。この1と30番台を、まあ、確実に押さえていくのは非常に重要であるということがわかりますよね。はい。では、トレンド版の出現エリアですね。見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい。めちゃくちゃ番号絞れるわけなんですよ。で、今回これピンク色。ね。前回のものなんですが、これ、ここに関しては、最新データ入れるとこうなっちゃうので、まあ、綺麗に抜けてるよね、みたいな感じなんですが、まあ、この辺真相知りたい方は前回の僕のね、当選結果の動画の後半に反省会というのをやっているので、そこでちゃんと見ていただけたらいいかなと思ってます。で、出現エリア文字の方もね、見ていただきたいんですけども、難しいところ、2列目ですね。4列目が一番難しくて、7列目が一番簡単だよ、ということですね。はい。7列目一番安定感ありますね。なんやかんや、簡単ですね。8個だから。これ考えたら、2倍買っても16口でしょ。で、16個の番号を縦に並べてやったら、まあ、どっかしらが丸つくんじゃねっていう考え方で、戦うと、まあ、1個丸つくから楽だよねという風になるのかなという風に思っております。はい、では、トレンド数字のみで番号を、全体表すとどうなるかというと、こちらでございますね。はい、29個の数字、トレンドの削除見込みとしては8個ですね。30、11、15、23、28、32、37ですね。今回結構数が多いので、まあ、これと、さっきのトップ5の削除見込みを組み合わせると結構いい感じで、まあ、10個以上削除できるようになってくるから、まあ、今回結構いいんじゃないかなというふうに、削除としてはいいよというふうに言わざるを得ないかなというところでございます。
はい、じゃあ行きましょう。変化法での出現予想ですね。前回の当選番号から導き出される近所番号だったらどうなるかというのがこちらでございます。はい。めっちゃ多いわけじゃないですか。で、これ重複番号を省くとこうなります。はい、12345から始まって、もうすごいですね。まあ番号結構あるわけなんですけども、じゃあここにないものが変化法として削除番号じゃないのということで、678915253263835356ということで、11個ですね。11個削除ですね。非常にいいですね。11個も削除できたら非常に気持ちいいですよというところで。はい。まあ、変化法もちろん波はあるんですけども、結構、削除番号って意外と当てになるんですよね。だからここの見出し方をどう考えるかっていうところですね。まあ、とにかくね、僕は基本10個、とにかく全部で10個の削除番号を決めて、まあそれちょっと横に避けて、じゃあそうなったら30個になるから、ミニロト以下の当選確率になるよねっていう風にやってるので、まあとにかく僕の肝は削除数字だよねという風に考えておりますので、まあとにかく削除番号を探す方法を皆さんにご案内という形でさせていただいております。では、削除数字のまとめですね、こちら。はい。トップ5の削除見込みが16、19、20、25、33。で、トレンドが14、11、12。変化法6、7、8、9、15、25、26、28、33、35、36ということで、まあ、単純になんですが、足し算したら結構いい感じに減るっていう。まあ、全部はね、これ、折り混ぜれないですけど、基本的にはまあ、トップ5で5つあって、トレンドで4つあって、9個だから、あと1つどっかから選べばいいよね、みたいな感じで、やることができるかなというところですね。そして皆さん、毎度おなじみ、超敵くんですね、こちら。はい。今日もね、そう、超敵くん、まあ、押せば押そうと番号変わっていくんですけど、基本僕まあ、運だと思ってるので、ポンと押したものを、1個目出ました。それが丸1です。2番目次行きます。丸2です。丸3です。丸4です。丸5です。一発もんでやってるんですけど、結構、最近の超敵くんなんか、1、2はまあ、なんかなんとなく、それらしいじゃないですか。3、4、5は結構攻めて、1が3つあってとかなってるので、まあ、この辺はまあ、当たらないとは言えないですけど、当たりにくくないのかなと思って、はいます。はい。はい、じゃあ、すいません。今回もね、解説させていただいたんですけど、まあ、今回結構、削除対象が多かったので、まあ、別にエリア購入法、網強をやってくださいねっていう話ではないんですが、一応ここ出しておきます。出しておきます。いいとこ悪いとこも全部書いてあるので、読んでいただければわかると思うんですけども、まあ、とにかく、本当にこれもう皆さんあんまり調べない方多いと思うんですけど、ミニロト、僕まあ1等取ったわけじゃないですか。で、今回ロト7やってるわけじゃないですか。で、これじゃあここってどれぐらいの差があるのと、難しさの難易度ってこれ60倍ぐらいなんですよ。約。60倍以上。60倍以上なんですけど、そう考えると、本当に難しいので、じゃあその難易度を下げるために、まあ削除番号ですね、いわゆる、まあ分母を数減らすっていう作業を多分やらないとマジできついので、まあそのために僕毎回まあ何かしらかのデータで、まあよく出る数字であり出ない数字の見方ってこうですよっていう風なご案内してるんですよ。60倍ですよ皆さんね。例えば僕がやった500口あるじゃないですか。500口と同じ確率論まで積みようと思ったらかける60なんで3万口買わないといけないっていうのを知った時に、あ、もうこれ無理だなと、普通に戦うの無理だなってなったんで、ね、皆さんなったんで、だから、削除番号をみんなで一緒に探しながら、まあ、あともちろん運の要素もあったり、まあ、おのおのね、並べ癖とかもあると思うんですけど、まあ、とりあえずは、まずはそこから始めませんかという形でやっております。はい、では、今回ですね、まあ、年内最後の解説であり、年内最後のロト7のね、19億円のキャリーオーバーの行き先どうなるのか、そう、果たして誰が当たるのか、何人当たるのか、こういったのも気になりつつなんですけども、まあ、とにかくやっぱりまあ、まずね、当てたいんだったら買わないといけないし、まあ、そこに参加するっていう行動ですね、まあ、当たらないなりにも参加することで、まあ、もしかしたら当たるかもしれないというね、ドキドキやワクワクなんかがあったりするんですけども、まあ、よりね、ちょっと当てたいな、なんていうふうにね、具体的にちょっとね、遊びだったとしても当てたいというふうに思っていただいている方いらっしゃるのであれば、まあ、私の買い方が全て正しいとは言いません。はい。まあ、でも何かしらか、皆さんのためになる部分は多少はあると思っておりますので、なんか気長にね、見ていただけたらいいかなと思っております。では皆様、当選結果でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。